ちょっと今つなぎってやつなんですけど、マサ&イエーイや、ヤイコさん、あ、すいませんヤイコさんですけど、の後にちょっとやるのはちょっと忍びないんですけど、ちょっと今僕はイラストレーター隊長なんですけど、これを下げるとスクミス変わります。シニアのイカれたメガドッグ、近藤モーターズです。よろしくお願いします。お願いします、OK よ。短い時間ですけども、皆さんをちょっとエスコートさせていただいて、ちょっと今夜がちょっとグルーヴしたなみたいな感覚をいただければ、僕もハッピー、皆さんもハッピーみたいな、ハッピーお返しなしみたいな感じでいきますので、よろしくお願いします。オーケーオーケー、谷はオーケーオーケー、じゃあお願いします。さあ、yeah!
家ドッグ子供たちです。ちょっと短い時間なんですけども、皆さんをエスコートしていただく今日のメンバーをちょっと紹介したいと思います。もうノリみたいな感じになっちゃったんです。こちら、長野が生んだスーパースター元 BS ヤングバトル長野代表オキタレゼンナゴールデン街の貴公子ロックリン先輩あんた先輩にいるギター還暦ロックンローラーほどけんなあんたこの人がいなかったらこの子供たちはありませんでした。アメリカ帰りのジョン万次郎ことベースの万次郎あんだある時は谷口志郎ある時はレディ志郎今後思うとするリズムマシンのタリアそしてお調子者のフロントマンつけすなんかねちょっとカミカミクラブになっちゃうんですけどやってますスミスですよろしくお願いしますWe are Life will be better.
何も気にしてくれなかったんですけど、意外にシニアなんで、ちょっと今いろんな意味でハートビートが激しいですみたいな。俺ちょっと乗りすぎたかなみたいな。まあそんな感じなんですけど、今日はすごいショートな時間で皆さんにちょっとお付き合いいただいてるんですけども、この続きの To Be Continued は12月23日に同じここ御苑の、まあ、ちょっと こちらのお店じゃないんですけど、パベラというパベラというカレー屋さんで、今度はそこではタニアンが生ドラムデビューします。で、多分40分くらいやりますよね。そうちょっと長めの、なんか長めの感じで、ちょっとホップステップジャンプでこれから行けたらでいいと思いますんで、どうも皆さんよろしくお願いします。あんた今日はデイズナイトということなんで、皆さんお酒が足りなかったらガンガンちょっと飲んでくださいねみたいなノリで、じゃあちょっと本当短い時間なんですけども、ラスト3年だみたいな感じですね。本当。